か野丹優遠方2年10月7日は、江戸時代初期の狩野派の絵師。か野高信の子。方号は、丹優祭、意味縄出身。早熟の天才肌の絵師、と評されることが多いが、桃山絵画からの流れを引き継ぎつつも、草原画や雪舟を深く学び、線の悲走や墨の濃淡を適切に使い分け、画面地の余白を生かした、単霊勝者な画風を切り開き、 江戸時代の絵画の基調を作った、慶長7年、加野隆信の長男として、京都で生まれる。母は、笹成りの娘。慶長17年、駿府で、徳川家康に越見し、現那三年、江戸幕府の御用絵師となり、現那7年には、江戸城丹野教門街に屋敷を得て、本拠を江戸に移した。江戸城、二条城、名古屋城などの講義の絵画制作に携わり、 大徳寺、明神寺などの有力寺院の障壁画も制作した。山水、人物、課長など作域は幅広い。現那9年、仮の宗家を着流、帝神の養子として、末帝、安信に継がせて、自身は単野教科の家を起こした。単雄には、死士となる男子がなかったため、刀剣近郊家、後藤律則の息子、益神を養子にしていた。その後、 50歳を過ぎてから実施、守る性と炭節が生まれたため、守る性が単野橋屋を継いだ。しかし、単優の直径である単や強化の毛から有能な絵師が排出されることは、六代後の子孫である仮の単身森道とその弟子を置き、一がわずかな例外としてほとんどなかった。単優の作品は、制作年代により、誕生から34歳までの、 最初、宇野目時代、34歳から60歳までの時かき時代、60歳から死没までの行年時代の3期に分けられる。遠方2年、死去、去年73、改名は玄徳院伝前方言主神尾道、墓所は池上本文寺、墓の形は氷炭をかたどっている。弟子も多く、くすみ森影、高田立根庵守る衆、 桃田隆栄もりみつ、小雄元もと吉ら丹雄四天皇に加え、京都で鶴沢派を起こした、鶴沢丹山、藍津藩御用英氏となった加藤園沢など。若年時は、英徳風の豪壮な画風を示すが、後年の大徳寺の障壁画は水墨などを主体とし、墨線の悲壮を使い分け、枠を意識し余白を、たっぷりと取った勝者蛋白、淡麗で、史上豊かな画風を生み出した。 単有は画面地を一つの不透明で均質な平面と考え、そこに算数や人物が描かれることによって生じる絵画空間とは次元の異なる意味を持たせようとした。絵画空間にはモチーフが断片的にしか描かれていなくても、地の素材に由来する安定した均一性によって画面に堅固な統合性を与えている。この画法は描かれた部分のみ見ると筆致が荒く、 モチーフの形も中途半端な粗雑ながに見える。しかし、濃木ではなく最も薄い墨色で表された部分に注目して、薄墨と画面地との間に暗示される景観の展開を想像で補いながら追うと、薄墨と画面地の間に柔らかい光を帯びた深く潤いに満ちた景観が立ち上がってくる。この画法は掛け軸等の小作品でも生かされ、その中に、 彼の芸術的マコ頂を見出すのも可能である。その一方、山和への学習も務め、初期の作品は、漢画の有効な作画精神が抜け切れていないが、次第に山和へのニューアさを身につけ、樹木や建物はやや、漢画風を残し、人物や土並みは山和絵風に徹した、新山和絵と言える作品も残している。江戸時代の絵画批評では、をではなく、 我がに分類しているのは、こうした、丹雄の画法を反映していると言えよう。奮本主義と言われる、仮の葉にあって丹雄は写生も多く残し、小形光輪はそれを模写しており、また後の博物画の先駆と言える。丹雄の画風は、後の仮の葉の絵師たちに大きな影響を与えたが、彼の生み出した余白の美は、後世の絵師たちが模写が繰り返されるにつれ緊張感を失い、 余白は、単に何も描かれていない無意味な空間に出し、江戸狩りの葉の絵の魅力を失わせる原因となった。すでに晩年の丹優自身の絵にその兆候が見られる。近代に入ると、封建的画壇の弊害を作った、超本人とされ、不当に低い評価を与えられていた。しかし近年、その進化が再評価されている。なお、江戸城障壁画や大阪城障壁画など現存しない、 作品もある。ありがとうございます。